今日の練習はみんないつも以上に集中していたわね。ええ、この調子なら練習曲の難易度をもう少し上げてもいいかもしれないわ。ええ、明日の練習の様子を見て決めましょう。そういえば湊さん、練習が終わった後スタッフの方と話をしていたわね。次のライブに出ないかと声をかけてもらったの。この間のライブが成功したおかげね。湊さんのお父様の曲をやったライブのことね。確かにあのライブ以降、私たちの知名度は一段と上がった。ファンも着実に増えているわ。リサも話していたわ。学校でも私たちのファンになった子がいるって。この調子で上を目指していきたいところね。ええ、この前のようなライブがいつでもできればいいけれど。どうしたの？いえ、あの時のライブはメンバーみなどこかいつもと違っていたように思うの。特に宇田川さんや白金さんはかなり気合が入っているように見えた。誰よりも早くスタジオに来て自主練習を欠かさずしていたし、今井さんも文句を言いながらも毎日遅くまで残っていたわね。でもそれ以上に気合が入っていたのは湊さん、あなたよ。私？ええ、特に最後の曲は並々ならぬ気合を感じた。あの曲が湊さんのお父様の曲だと聞いた時は驚いたけれど。そうね、みんなには少し迷惑をかけてしまったわね。私の私情で振り回してしまって。でも完全に私の私情だったけれど、私はあの曲をやれてよかったと思ってる。あの時に覚えた一体感は忘れられないわ。そうね、以前も話しましたが、あなたがあの曲に向き合った強さ、本当に素晴らしいと思っているわ。あの気迫、あれは迷いを断ち切ったからこその強さなんだろうと。私もあなたのように迷いを断ち切ることができたら。サヨの音楽に対するストイックさがあれば必ず迷いは断ち切れるはずよ。湊さん、迷いを断ち切ったあなたはどんな音を奏でるのかしら。少し楽しみね。私も必ずあなたと同じステージまで追いついてみせるわ。そのためには練習あるのみ。同感よ。今のロゼリアならもっともっと上へ行けると思う。このチャンスを無駄にしてはいけない。私のためにも。ええ、それじゃあその方向で進めていきましょう。明日からまた忙しくなるわね。今日は個人練習をメインにして基礎から見直しを。あなたは。お疲れ様です。ええ、私はこの後練習をしようかと。そうですね、私は練習です。ライブを終えたばかりですが気を抜いてもいられませんから。この前のライブのこと耳にも届いていたんですね。ええ、先日のライブはとても完成度の高いいいライブだったと自負しています。いえ、完成度だけではないですね。みんなの気持ちが入っていたと思います。実は湊さんのお父様の曲を演奏したんです。湊さんはあの曲を演奏するか悩み考えて結論を出したようです。あの曲と湊さん自身の関わり方について、音楽との向き合い方に関しては私も目をそらしてきたところがあります。私が演奏技術を磨く理由、それは、いえ、ここで話すことでもないですね。失礼しました。ですが湊さんが一歩前進したように、私も彼女を見習わなければと思ったんです。あの曲と真摯に向き合った湊さんの歌声は本当に素晴らしいものでしたから、私も湊さんのように前を向いて演奏できる日が来るように日々精進を続けていきます。硬すぎますか？いえ、当然でしょう。私は遊びでバンドをやっているわけではないですから。それでは私は練習に行ってきます。前に進むために。